結構前からししててんんののいい加減にしなんえ音割れしてんのじゃあマイクの音でかすぎるってことえ声張るとマイク割れてんのやっぱマイク割れてる割れてないぞ <laughs> 悩む<ー笑>声がでかすぎてやっぱ割れてるっていうやつがわざわざ DM で来てたんだよな <laughs> いやいやなんか割れてるって言われる俺なんか音の割れてるかどうかよくわかんねんだよな DM で送ってくれたってことは多分割れてたんやろマジで そうかな前まではしマヤの声が小さくて、高校の時、いや、お俺の声がちっちゃいっていう苦情が至るところから来たの。配信にも言われたしあの、動画編集してる人にも言われたから、あ、じゃあ声を上げた方がいいんだなと思って声を上げたわけよ。いや、自分で聞いたんだけどわかんなかったよ。喉がガラガラしてるから。俺も喉がガラガラしてるからなんじゃないかなと思ったんだけど。 突然の EM 失礼いたします。最新中何度か指摘させていただいたんですが、先日からマイクの音割れが気になり、配信に集中できない状況が続いております。こちらのデバイスの異常の可能性はあるので、別 PC、スマホ、タブレット、別イヤホン、ヘッドホンでも確認しましたが、やはり変わらず割れていました。 詳しく調べてみたところ、10月4日のミルダム・アマンガースからのマイコン量が明確に上がっており、10月6日の雑談配信ではまだ普通なので、アーカイブが残ってないので確認できませんが、おそらく10月6日深夜のツイッチ配信で上がったものと終われます。それ以前のフォールガイズ配信では先ほとが多いにもかかわらず、お割わりは確認できませんでした。アマンガース後のゲーム配信の冒頭で分かりやすいお割わりのシーンがあったので貼っておきます。いや、城下町。<laughs> いや、城下町の佇まい。いや、ここ、おいおい、待て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 、城下町だこりゃ。 こんな風に追いかけられてくるならもういっそのこと逃げてしまおうかと思う。あ、割れてるんだ。これがこれ割れてる？今割れてた？いや俺これわかんねえから。ただの大声に聞こえるから。えー、最新の配信でも気になるところを取り上げただけでもこれだけ与えるポイントがありました。まあでっかい声出したら割れるやろ。え困んねんな。えー、じゃあ下げるかー。めちゃくちゃ鳴 <laughs> っ<当>てる <laughs>。 えー、この他にも声を張る場面でたびたび耳に刺さる割れ方をすることがありこの1ヶ月間なかなか配信に集中できておりません配信のチャット流れを見ても気にしているのか詳細なのはわかっているんですがマイコン量が上がる前でもチャットから文句が出てなかったこととお互いは初見のブラバの原因になり得るのではないかと思うかっこ僕がそうなのでできれば少々マイコンリュさせていただきたく存じますお手数をおかけいたしますがご一行いただけますと幸いですでもマイコンリを下げたことで苦情が来たんだけどなええー、じゃあ今はどう今 俺は気にならないけど、まあ、俺も、そう、だ、でもここまで天然にくれってことは本当割れてるんだろうな。<laughs> センサーな人なんだな、無視しろ。シマエく配信は誰も置いてかない。下げるか。あ、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 れおの原因って音量の上げ下げじゃなくないじゃもう、いや、だからその、だから大声を出した時に割れなきゃいいんだろう。うあーとかって言った時に割れなきゃいいんだろ。マイクに近すぎるんでは。うーん、近くないんだよな。そのご意見番さんに行かないとわからないね。ね。 大声出したら割れるよ、それが摂理。え、じゃあ他の配信者も割れてるってこと大声出したとき割れるって別にどうでもいいだろう。いや、なんかどうしていいのかわか,か,か,かんないなっていう。俺、聞いて聞いてどうしていいかわかんない。ジェントがキンキンだぞ。シマエの配信スマホで見てると一番音量下げてもうるさいよ、アーカイブも。え、結局うるさくなったのじゃあ、もう今は。前までちっちゃすぎ、お前の声だけちっちゃすぎるからあげろあげろって言われてあげたら、よし、この音量でいいぞ。ちょうどいい音量になったわ。よし、よくあげたなって褒められたから、じゃあこの音量でいいなってずーっと言ってたら。 うるさかったよえどっちなのマジでだから極端なんだよカス今ちょっと下げたぞスガちゃんはこんな感じで国民みんなの声聞こうとしてやんだ <laughs> なんて言うんだろあの大きい分にはさ調整聞くじゃん俺の声が大きい分には俺の声を下げればいいわけだから配信画面上で俺のボリュームをこう下げられるわけだから調整聞くけど低いのって上限限限界があるやんかちっちゃいやつを上げるのって上限があるやんだから基本的に声を大きくするべきっていう意見を見てなるほどなって 酒焼けで割れやすくなったのは絶対ある酒焼けって割れるの関係あるのかおっきな声を結局出すか出さないかじゃないのかまた声の大きい少数派に惑わされてるま,あ、ま現状に満足してる人って別に意見言わないからな、まあ、でも音割れは確かにどうしようもできないっていうのはわかるあとなんかまた音が割れてるっていう DM が来てたんで何な,なんだろうな音割れてる昨日なんか昨日割れてたっていうお話なんだが <laughs> 音のこと気にするな <laughs> いや、なんかすごい調べてくれてるから <laughs> 昨日荒れてるってチャットあったか <laughs> いや、わかんないけどたびたび申し訳ありません。昨日のゲーム配信の音量で気になることがありまして、円満かけしたって前送るのか迷ったんですが、乗りかかっておりですので送らせていただきます。昨日は冒頭からえ主にセリフの読み上げ部分で割れており、 雑談配信とここまで違うものかと驚愕したのですが後半になるとほぼ割れることはなくなりました詳しく調べるとどうやらトイレ離席から明確に小さくなっていることが分かりましたまたソフトで分析して数値化したものです 95.1dB とか出てるわけやなるほどねえー、上部は以前述べた音量が上がった後のゲーム配信です離席前の音量はそれに近くかなり,かなりの頻度で割れていました 理、えー、席後下がったのはおそらく理席によって座り位置が変わり、マイクとシマヤカさんの距離が離れ、適正容量になったのではないかと思われます。シマヤカさんは非常に発生がいいのでありがとうございます。マイクに近すぎると割れてしまうかなと思います。本当にすごく煩わざわお願いになるのは重々知してるんですが、マイクとのご距離もご配慮いただければ幸いです。とのことで。<laughs> 割れてな、なんか気づかなかったけど割れてたらしい。 な <laughs> ずにブロックだわ <laughs> なんでなんわざわざ作ってくれたのにわざわざ書いてくれたら相手に対して何なんブロックっていやなんかそのマイクと別にさ近かったなな原因が分かればね音量をめっちゃ下げるとかができればね